攻撃は突然、容赦なく市民を恐怖のどん底へ突き落とします。砲弾が撃ち込まれたのは民間のアパートでした。攻撃を受けた部屋にはおばあさんが一人、トイレの中に隠れ恐怖に震えていました。アパートの下では通行人のおばあさんが砲撃で崩れ落ちた木の窓枠を拾っていました。火を起こす燃料にするためです。病院にはこうした狙撃、砲撃の犠牲者が溢れていました。人々の生活はまさにロシアンルーレットそのものでした。この少女は17歳、ボーイフレンドと待ち合わせをしていた場所に砲弾が落ち亡くなりました。幸い命は助かっても腕や足をなくした人は少なくありません。戦時下の悲惨な医療状況をドクターはこう話します。The problem is surrounded of Sarajevo. Even haven't, we haven't possibility to bring here all what we need or all what many humanitarian organizations offer to us. You can hear the explosion of the grenade.掘っても掘っても足りない旗。戦争が始まって以来、町中の公園や空き地は全て墓地になりました。赤十字の食料配給所にはわずかなパンとスープを求めて人々が列を作っていました。この少年は砲撃で負傷した両親に代わって配給所に来ていました。こうしたサラエボの状況は決して映画やテレビドラマの話ではありません。現実に起きた悲惨な事件なのです。戦争は普段私たちが当たり前のように送っている生活の全てを一瞬にして破壊します。We are living like some people lived in the X century. For people who live at the free territory, who live at the free world, they don't understand how much is important water and electricity. This is my mother, Japan, Americans.ボスニアの内戦は民族紛争と言われました。しかしなぜここまで憎み合うことができるのでしょうか。民族の違いや宗教の違いはそれほどまでに人を変えてしまうのでしょうか。取材を続けるうちにこうした疑問に対する違った答えが見えてきました。ここはサラエボで最も大きな病院です。調理場で入院患者に食事を作るコルステッチさん、実は彼女セルビア人です。敵対するはずのモスレム人の患者のために彼女は毎日食事を作っていました。Sve dobro, ja ne mogu ništa ni razlikovati od nas. Oni su ljudi isto kao, ja ne znam, sve dobro. Ne bi smjela, činim se, ni vidjeti. Tako mi je teško išao. Sam stvarno i previše osjećena na te ljude kako su tako nastradali. Ja ne znam ništa, ne znam što da kažem. Mata, セルビア勢力の攻撃で犠牲になったあるクロアチア人の少年の取材をした時のことです。亡くなったのはダニエル君11歳。友達と雪遊びをしているところをセルビア勢力の砲弾が直撃しました。少年の家にお悔やみに来ていたのは同じ団地に住むセルビア人とモスレム人でした。憎み合っているはずの三民族が
少年の死に深く悲しみに暮れていました。そして彼らは私に、昨日まで仲良くしていたのに突然憎み合いと言われてもそんなことはできない、この戦争は民族紛争ではないと断言しました。クロアチア人の少年ダニエルが眠る墓地には、セルビア人の犠牲者もムスレム人の犠牲者も民族の隔たなく眠っていました。取材が終わり、ホテルに戻ると真っ暗なホールでピアノを弾く男性がいました。I'm Bosnian. No religion, I'm an atheist. I like all this, as atheist, I like all this religion. I like a way of living. Yes. A problem is between politicians. And they created war here because of their own, so you listen, the music of the people from the mountain. Thank you.